ルイスバーグはアメリカ合衆国テネシー州マーシャル軍の都市。2000年の国勢調査では人口1万413人。マーシャル軍の軍庁所在地。中部テネシーに属するルイスバーグはナッシュビルから南へ48マイル、アラバマ州ハンツビルから65号線に沿って北へ42マイルの場所に位置する。中部テネシーの緩やかな丘陵に位置し、 ルイスバーグは探検家メリウェザー・ルイスにちなんで名付けられた。1838年までこの都市は新聞や銀行からの支援を受けていた。ダウンタウンは南部の多くの小さな町をモデルに群庁舎を中心にして周りを店舗や民間業者が取り囲んでいた。現在、ショッピングセンターが町の東側及び西側の端に位置している。ルイスバーグは 北緯35度26分57秒整形、86度47分35秒、北緯35.44917度整形、86.79306度、35.44917-86.79306に位置している。アメリカが衆国国政調査局によると、 ルイスバーグの面積は11.7平方マイルで、うち11.7平方マイルが土地で0.09%が水域である。マーシャル軍及びルイスバーグの土地は当初、ネイティブアメリカンが住んでいた。1780年代、アメリカ独立戦争体育軍人たちが、ノースカロライナ州から功績を称えられこの土地を与えられた。若くして、 アメリカ合衆国最高裁判所長官を務め、著名な法学者であったジョン・マーシャルにちなんで名付けられた。マーシャル軍は1836年、テネシー州議会により創立された。軍長は開拓探検家のメリウェザー・ルイスにちなんで、ルイスバーグと名付けた。1837年、ルイスバーグは地方自治体となり、50エーカーが公共用地として寄付された。 1925年までこの地域は主に落農業の小取引や水運業中心地となっていた。マーシャル軍はヘンリー・ホートン、ジム・マコード、バフォード・エリントンと3名もテネシー州知事を輩出した。現在、マーシャル軍及びルイスバーグはテネシー・ウォーキング・ホース・ブリーダーズ・エキシビターズ、協会の国際本部を有している。テネシー・ブルーブック、2005から2006。 ピアニッシモ、618から625、キャロル・ファン・ウェスト、マーシャル・カウンティ、テネシー・エンサイクロペディア・オブ・ヒストリーカルチャー、2009、リリーブド、22ジャニュアリー2013、アメリカン・ファクト・ファインダー、ユナイテッド・ステイツ・センサス・ビューロー、2008年1月31日、閲覧、U.S. ボード・オン・ジオグラフィック・ネームズ、 ユナイテッド・ステーツ・ジョバ・ロジェクル・サーベイ。二千八年一月三十一日。閲覧。ファインド。A。カウンティ。ナショナル・アソシエーション・オブ・カウンティーズ。二千十一年六月七日。閲覧。US。ギャザ・ティア・ファイルズ。二千十。二千。アンド。千九百九十。ユナイテッド・ステーツ・センサス・ビューロー。二千十一年四月二十三日。閲覧。センサス・オブ・ポピュレーション・アンド・ハウジング。 ディセニルセンセセス。ユナイテッド・ステイツ・センサス・ビューロー。2012年3月4日。閲覧。インコーポレーテッド・プレイセズ・アンド・マイナー・シビル。ディビジアンス・ダタセッツ。サブコウンティ・レジデント・ポピュレーション・エステマイズ。エイプリル1。2010・ツー・ライ1。2012。ポピュレーション・エステマイズ。US ・センサス・ビューロー。2013年12月11日。閲覧。ありがとうございます。